話してることをよく聞いてるのが時松さんみたいな感じ、なんか貫禄がありますね。青を開けるでしょう。相手の昌平寺に同情をする。その方がもっと知る。そして赤の天井は熊野宿道寺の気泡寺の支配、石本飛びを支配。Thank you.